アトラン航空は、かつて存在した、フロリダ州、オーランドを本拠とする、アメリカ合衆国の格安航空会社である、アトランタ空港をハブ空港、オーランド国際空港を、準ハブ空港とし、アメリカ合衆国南部、中西部、東部を中心とする路線網を持っていた。ボーイング717型機の運航では、世界最大規模であった。機内紙は、号がある。 1993年6月に設立され、同年10月に運行を開始、1994年8月に現在の名称となった。1997年7月、同じく格安航空会社であり、前年に航空事故を起こしていたバリュージェット航空と合併した。これには逆さ合併と呼ばれる手法が用いられ、旧エアトラン航空を吸収したバリュージェット航空が、 その直後にエアトラン航空に社名変更して存続するという形式であった。これは事故によってバリュージェット航空の顧客イメージが低下し経営不振になったために取られた装置であった。1997年、従来の先着順、前席自由席を改めて座席指定が開始された。また、従来の前席エコノミークラスを改めビジネスクラス席が導入された。 1999年9月、世界で初めてボーイング717型機の納入を受け、翌10月から運用を開始した。2000年12月、初めての国際線事業として、アトランタグランドバハマ島路線が開設された。2003年には、デンバー、ラスベガス、ロサンゼルスへのアメリカ大陸横断便の運行を開始している。特に2003年以降において、 路線規模の拡大が顕著である。2003年7月、エアトランは100機のボーイング737を発注している。2006年11月、同じく格安航空会社である、フロンティア航空との間にマイレージプログラムにおける提携を結んでいる。2010年9月27日、サウスウェスト航空がエアトランを買収することで合意。 2011年5月2日には買収手続きを完了したとサウスウエストから発表された。2012年5月22日、サウスウエスト航空はボーイング717前期をデルタ航空へリースすることを発表2014年12月28日、統合に伴うエアトランのエアトラン便名による最終便が運航を終え、サウスウエスト航空に事実上吸収される形で、エアトランは その24年にわたる歴史に幕を下ろした、エアトランのボーイング717型機エアトランのボーイング737型機。ありがとうございます。